はいどうもこんにちは。今回はベンゾイン蓄号について解説をしていきます。次の反応の修正生物と反応機構を示せという問題ですね。では早速解説をしていきましょう。 まずこの反応の重要なポイントは、方向属アルデヒド2つが縮合する反応であるということで、最も簡単な反応っていうのは、ベンザアルデヒドからベンゾインと呼ばれる構造を得る反応です。これがベンザアルデヒドの構造で、こちらがベンゾインの構造ですね。だからこの反応はベンゾイン縮合というような名前がついています。つまりこの反応は人命反応ではなくて、生成物の構造から付けられた名前なんですね。これは同じく生成物から付けられたアシロイン縮合と呼ばれる反応があるんですけども、これと結果自体は似ています。アシロインというのはこんな構造で、この R の部分がフェニル機だったらベンゾインの構造になりますよね。 ただこのアシロイン縮号っていうのと、今回紹介するベンゾイン縮号というのは全く異なる反応機構で進行します。というのも、もともとこちらのベンゾイン縮号の方が先に発見されたんですけど、方向属アルデヒドにしか適用できなかったんですね。それを方向属以外の脂肪属アルデヒドにも応用したのがアシロイン縮号なので、アシロイン縮号の方がより厳しい条件で行われます。具体的には金属ナトリウムを使うんですけれども、まあ、このアシロイン縮号については別の動画で解説しているので、まだ見ていない方は動画の概要欄、もしくは右上のビックリマークからぜひご覧ください。動画の最後からも飛べるようにしておきます。 では実際に反応機構を見ていきましょう。一般式はこのようになります。この R がベンゼン管の真ん中から出ているっていうのは、どこにどんな置管機がついていてもいいよということですね。まあ、物によってはそこが先に反応しちゃうみたいなこともあるかもしれませんけども、例えばアルキル機とかクロロとかだったら全然大丈夫です。 まず、シアン化物イオンがアルデヒドのカルボリンに攻撃して電子が上がって、その酸素っていうのがアルデヒドの水素を引き抜きます。これでここにカルバニオンとヒドロキシキができましたね。このカルバニオンっていうのは、ベンゼンカの方にこちらですね、こちらの方に非極材化することができるので安定化します。普通の脂肪属のアルキルキっていうのは、電子共用性なので、このマイナスが分散することができません。こっちが電子共用性だとこっちに電子を上げちゃうので、このマイナスがこっちに分散することができないわけですよね。なので、方向属じゃないとこの反応は進まないということなんですね。で、このカルバニオンっていうのが別の方向 アルデヒドを攻撃しますで。同じように上がって、そののののの酸素のマイナスががアルルコールのプロロトンを引き抜いて、ヒドキシの場所がこのように入れ替わります。そして、こっち側のマイナスがケトンになって、シアン化物イオンが脱離して、このようにベンゾインの構造が得られます。もう全く反応機構が同じで面白くもなんともないので、最初の反応については説明しませんけども、この R の部分っていうのはこのベンゼン管とクロロのこの部分だって考えればいいですね。結局、この部分だけで反応が進行するだけということです。なので、このような形になります。このベンゾイン縮合と先ほど説明したアシロイン縮合っていうのは 反応条件の違いをちゃんと覚えているかということでよく試験にも出題されますので必ず両方とも覚えるようにしてください。芳香族を使うベンゾイン縮合の方がカルベンが安定なので温和な条件、死亡族の方は厳しい条件という風に覚えておけば間違うことはないでしょう。アシロイン縮合の動画をまだ見ていない方はぜひ見てみてくださいね。はいというわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画少しでも良かったと思われた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメントしてください。Twitter を始めてみたのでよかったらフォローよろしくお願いいたします。少しでも皆様のお勉強の役に立て れば幸いですそれではバイバイ。